はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、ハンギョドンを書いていきたいと思います。サンリオのキャラクターの書き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。目を丸くくるくるくるっと書いて、こっち側にくっつけてちっちゃい丸を書きます。で、くるくしていきます。で、右目もくるくるくるっと丸く書いて、ここちょっとだけ開けます。で、今度はこっちにくっつけて、まあ、ちっちゃい丸を書きます。で、黒くします。で、頭をくるくるくる、こっちもくるくるくる、で、上をクイクイチョンチョン、で、横もくるくるチョンチョン、こっちもくるくるチョンチョンと、で、唇をたらこ唇で、真ん中ちょっとへっこめます。で、また横にする。で、手をくるくるくる、ういういうい、で、リボンを描いて、で、こっちの手を横にグッと出して、で、体を描いて、足、向こう、向こう、向こう、で、ここでピッピッ、こっち側の足、向こう、向こう、向こう、で、上げます。で、ちょっと鱗を描いていきます。で、横にタコのさゆりちゃんを描いていきます。頭をくるくるくるっと丸く描いて、で、真ん中に丸をくるくる。で、縦長の丸を描きます。で、目を2個、で、ハンギョドンと手をつないで、足、こっちはこっちにプルプルッと。で、色は赤とピンクと水色と青磁色を使って塗っていきます。まずピンクで唇を塗ります。さゆりちゃんの唇も塗ります。で、赤でリボンを塗ります。さゆりちゃんの体も塗ります。水色で塗ります。頭のところも水色で塗ります。で、顔を青磁色で塗っていきます。
体も塗ります。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。